はい、今晩の食料を買い込みました。買い込んだのはパンのみです。まあね、パンは買うたんですけども、できればあったかいものが食いたい、だからなんかね、飲食店があれば飛び込みたいと思っております。まあそれとね、どっかええやええ地が見つかることを期待しております。腹が、あったかいもんが食いたい。お好み焼きの浜屋みっちゃん来ましたけど、臨時休業ということですね。まあどっちにしてもこの時間帯はもう終わってんのかもわかりません。参ったな。牡蠣横屋、あちこちこう見てきたんですけどね、やっぱりね、日生に来たらやっぱり牡蠣横っていうイメージがあるんでね、ぜひ食べてみたいと思ってみたんですけど、残念ながらどれもこれも閉まってますんでね、諦めて次へ行きたいと思います。道の駅黒井山グリーンパークっていうところにいてるんですけども、ここね、日本一周中に野宿してたら断られたんですよ。やってもだ困るってめっちゃ怒られてね。なのでここでは泊まれません、しゃあないので次行きます。岡山県の、とあるセブンイレブンですね、こちらの方で今ちょっと休憩を取っております。で、あんまりに寒いんでね、コーヒー買いました。ものすごい冷えてます。で、今ね、コンビニの店員さんとお話して、どうやらこの先にね、快活クラブがあるらしいんです。で、今日はね、そこに避難します。寒いです、めちゃめちゃ寒い。ちょっと今日はね、この寒さに負けて快活の方に揺らしていただこうと思います。時刻がね、間もなく8時というとこです。さっきもね、ちょっと河原みたいなところでテント張れるかどうかもちょっと調べたんですけど、真っ暗すぎて全く見えないんですよね。ということで、今日は快活にさせてもらいます。軟弱やと思わんといてください。めちゃめちゃ寒いです。セブンイレブンなんですけどね、先ほど、これわかるかな、これジャリなんですよ。全く見えへんで、ここで U ターンしようと思ってね、バイクこかしてしまいました。で、荷物が結構重たくてバイクが起き上がらへんでね、軽自動車のお兄さんに頼んで一緒に起こしてもらいました。恥ずかしい。優しいお兄さんでよかったです。では、いよいよ今日の寝床、快活クラブ目指していきます。さっきね、セブンイレブンで熱々の缶コーヒー飲んで、
体がまだね、今ちょっとマシです。さっきまでね、震えが止まらないぐらい寒かったんですよ。寒い。で、今回つくづく思いましたね。やっぱりね、日が沈むまでに寝床を確保した方がいいですわ。真っ暗けになるとほんまに何にも見えないです。この間のね、和歌山の時はね、もう完全に日が落ちてから、まあうまい側にね、砂浜でしたんで、まあ大丈夫やろうということでテント張れましたけど、河原は分かんないっすわ。河川敷はね、真っ暗になるとわからないです。どうなってんのか。それで今ね、気温がめっちゃ下がってきてるんで、これ山道走ってるとね、凍結も怖いと思うんです。まだこの時間帯やったらね、凍結まではいかないと思いますけど、それでもね、気をつけた方がいいと思います。快活クラブに入る前に丸亀製麺を見つけたんでね、ここであったかいもんちょっと食べようかなと思っております。はい、丸亀製麺できつねうどん大ですね、これを注文しましたんで今から食べたいと思います。もう体が冷えてるんでね、熱いもんが食いたかったんです。ではいただきます。はい、丸亀製麺でしたね。体温まりました。さすがうどん、速攻性がある。それと泊まろうと思ってる快活クラブが、まあ隣にあるんですけども、時刻がね、9時前なんですよ。で、その前にね、せっかくなんでね、なんか今丸亀製麺で見てると、なんかちょっとした公園があるんですよ。で、その公園なんかテント張れそうな感じなんで、ちょっと見に行ってみようかなと思います。片道がね、多分15分程度でつけると思いますんで、もしそこが使えたらラッキーです。さっきまでね、ほんまに寒かったんですよ。もう体中ブル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 震えて、でちょっと弱音を吐いて、快活に入ろうかなと思っとったんですが、うどんを食べたら、震えも止まりましたんでね。ということで、お腹もいっぱいになったし、ちょっと見に行くだけ見に行ってみます。まあそこがね、テント張ったらダメなとこやったらもう戻ってきます。それだけです。はい、瀬戸大橋の真下なんですけどもね、そこが公園になってて、そこのところへ行ってみようかなと思っております。これやな。おー、瀬戸大橋。
カメラで映ってるかな、うん、でこれかな、あーこれやな、トイレがあるな、トイレがあるけど、ん？あ、いいね、公園内ではテント設営、バーベキュー、焚き火をしないでください。あら、テント張ったらダメなん、ここ。へぇ。そんなバカな。はい、結局、快活クラブに行くことにしました。でね、さっき見た快活クラブに戻るよりも、まだ先にね、僕の目指す方向にもう一軒快活クラブがあるんでね、そっち行ってみようかなと思います。どうせならね、同じ道戻らんでも、うん、ちょっとでも先に進めるならば、先へ進めようかなと思います。ちょっとね、分かりにくいと思うんですけど、これがあの和集団にあります水島工業地帯ですね、うん、夜になるとライトアップっていうか電気がついてるんでね、なんか未来都市みたいに見えるんですよね、うん、これね、うん、和集団から見たら綺麗に見えるのかな、これもう真横走ってるんで近すぎてね、この美しさが見えない、うん、そろそろ快活クラブに到着なんですけども、お、見つけました、うん、心のオアシス快活クラブ、こちらの方はね、今日はお世話になろうと思いますが、なんか知らんけどいっぱいやな、なんかすごいな、開いてんのかな、よし、はい、快活クラブに到着しました。でね、今こちらの方荷物運び込んでくつろいだところです。あったかいね、無料のカフェオレ、これを取ってきております。ということでね、今晩ここでお世話になります。漫画はイブニング、時刻は10時前ですね。では今日はこの辺でゆっくりさせていただきます。おやすみなさい。